それでは続いてのお便りです。怖くないヤガミンのバイオハザード5攻略実況動画パート11、アービングの最後より、こちらのコメント14分50秒のコメント、もはや怪獣映画ほんとそれね、あれですね、アービング戦のラストですよね。ほんとなんていうのかな、ここら辺からパニックホラー、まあ、前作のねエルヒガンテとかもそうですよね。全体的になんて言うんでしょうね、ちょっとでっけえやつが出てきてやべえぞっていうのが倒すっていう、多分なんですけど、なんかそのバイオファン好き、なんかオールドバイオファンみたいな人たちは、脅威って言ったらタイラントとかネメシス、バイオハザード3の追跡者っすねぐらいなもんで、まあ、G 大難形態とかがうごうごしてるのはまあ許すけどみたいな、もともとバイオゼロじゃねえ、バイオの無印が好きな人なんかはね、最後人型ぐらいの戦いじゃないですか、相手がタイラントですからっていうこととか考えると、さすがにね、なんて言うんですかね、なんかやりすぎ感あるんすよね最近のバイオってね。まあつってもね、とはいえ最近のバイオとしてもね、じゃあね今更ね人型の敵出しても怖くねえやろっていう意見もあると思うんで、難しいとこだとは思うんですけども、ただまあここら辺からねファンの意見が分かれ始めてるのは間違いない事実かなと思います。私もね惰性でもう全部バイオハザードやってますけどにしてもってところは正直あるよねっていうのは分かりみが深い。というわけで本編どうぞ。はい、はじめましての方は、はじめましてそうじゃない方いらっしゃいませ。矢上隼人がお送りします怖くないバイオハザード5攻略実況動画パート14ですかね、14ですね。ですね、16まで撮ったんですよ。ゲームの音が入ってねえでやがってというわけでございましてですね、データをロールバックするというところまでですね、いろいろとやっていきまして、こんな感じでございます。まあこんな感じでですね、今回持っていくのはスナイパーライフルとマグナムと、いつもちょっと入ってないアイテムが入ってるんですけど、こちらですね、手榴弾。この手榴弾はですね、今回のパートでは持ってってもらった方が楽かなというふうに思っております。で、まあ芝の方はいつも通りですね、マシンガンに、マシンピストルの弾、マシンガンの弾を持たせてっていう感じでございます。というわけでですね、前回はなんかね太陽の階段でしたっけっていうところまでたどり着いたんですけども、そこの中からですね見ていきたいと思います。これがアービングの言っていた答えか、わからない。だけどアンブレラが絡んでいる以上無関係とは思えない。どうした、ジルの手がかりもきっとここに。そうね、何かないか探しましょう。というわけでございまして、何かないか探しましょう、この言葉がですね今回非常にですね重くてですね、何が重たいかというと、ニコニコ動画の方でですね、本編進めろよみたいなコメントがありまして、まあその通りだよなと思ってたんですよ。なんかたまにねファイル読んだりしますからね。今回朗読劇行くよ、行くよ。もううるせえって思った人13分ぐらいまで多分スキップすることになるからね、よろしくね、行くよ。じゃあ1個目、古い紙と新しい紙が挟まれているクリップボードだ。工事責任者の日誌。苦労してウディパヤ族を遺跡から追い出したのはこのお花畑を奪うためだったと聞くが、その後の工事のお粗末さはどうだ。遺跡の中に無理やり実験棟を作ったために地下水脈の流れを変えてしまった。おかげで花畑は干からび、花は枯れる寸前だ。それもこれも研究のことしか頭にない主任研究員のブランドンが研究施設を当初の予定の3倍の広さにしたいなんて言い出すからだ。それを受け入れた結果、俺の前任だったピーターはとうとう工事責任者から解任されてしまった。かわいそうに。もっともこの花を枯らしてしまったら俺も同じ運命だ。あまり同情もしていられない。早く新しい水源を確保しなければ。地質調査の結果、ここの地下500メートルの位置に水脈が存在するらしい。かなり深いが、ファビアの社製の最新型ポンプシステムを設置すれば大丈夫だろう。問題はいつまでにそれをここまで持ってこれるかだ。どう楽観的に見積もっても年内に必要な機材を搬入し設置までするのは到底不可能だ。それまでは人力で水を運び、水を絶やさないようにするしかないだろう。どうやら俺の60年代最後のクリスマスは水汲みで終わってしまうらしい。最悪だ。ここからは紙が新しい。施設管理者の日誌。地下水を汲み上げ、シソバナに水を供給しているポンプシステムは今はまだ正常に動作しているが、早急なメンテナンスが必要だ。アンブレラがこのポンプを設置したのは30年以上前。それから水を汲み上げ続けてきたのだから無理もない。特に地下水をろ過するためのタンクはもう限界だ。これだけでも早急に交換する必要がある。
幸いなことにアンブレラの工事責任者の日誌が見つかった。これによるとここで使われているポンプシステムはファビアの社製のものらしい。ファビアの社製のポンプシステムならうちの資源開発部門の施設でも使っているはずだ。確かミスター・アービングが所長している小さな油田がこの近くにある。そこから回してもらうことにしよう。というわけでございまして、まずはですね、なんか地下水のポンプの話ですな。で、ここに関してなんですけども、まあ、ここの、ね、2ページ目の、主任研究員のブランドンが研究施設を当初の予定の3倍の広さにしたいなんて言い出すからだなんていうやり取りと、まあ、ファビアの社製の、ねポンプシステムを使ってるっていうことが分かりました。この調子であとね6枚ぐらいある。いくよ。続いて主任研究員ブランドンの日記1。1966年12月4日、あの日スペンサー卿は食することで絶大な能力が手に入れることができる太陽の階段と呼ばれる花があるらしいと話していた。最初みんなはそれを眉唾者のただの噂の類だと思っていたが、それがこのような結果を招くとは。最初にその可能性に気がついたのは我が師ジェームス・マーカス博士だった。博士はそれを未知のウイルスが DNA を変化させるために起こる現象ではないかと考えた。なんたる水眼か。事実、その推測は正しかった。我々は花の中に未知のウイルス、シソを発見した。アフリカまでやってきて、この地を探り当て、襲ってくるンディパヤ族に神経をすり減らしながら過ごした。この3ヶ月の苦労がついに報われたのだ。昨日まで憔悴しきっていたマーカス博士も今ではすっかりご機嫌だ。一刻も早く帰り、研究に没頭したいと意気込んでいる。私も同じ気持ちだ。一刻も早くこのシソウイルスの謎を解き明かしたい。1967年2月12日、我々は壁にぶち当たってしまった。アフリカから持ち帰ったシソバナを我々はこの地で栽培しようとした。当初はシソウイルスの組織培養を試みたが、その DNA を変質させてしまうという特性のためうまくいかなかった。そこでシソバナを栽培することによりシソウイルスの量産を行うこととなった。最初は順調だった。生命力の強いシソバナは成長も早く、わずかな期間で花をつけた。だがそこで問題が発生した。このシソバナにはシソウイルスが存在しないのだ。栽培環境がシソウイルス発生に影響を与えているのだろうか、さらなる検証が必要だ。3月23日、完全に行き詰まった。あれから様々な条件でシソバナの栽培を行った。土、水、気温、湿度、日照時間、あらゆる条件を同じにしてもシソウイルスは発生しなかった。私はマーカス博士と今後の研究方針について議論していた。そこへスペンサー卿がやってきて会社を起こすと言ってきたが、そんなことはどうでもよかった。シソウイルスがなければ会社なんて起こしても無意味だ。この男はそんなこともわからないのか。全く嫌になる。なるほど。まあ、このブランドンさんがね、このブランドンさんがあっちの方にあったあのファイルのね、施設を3倍にしろ言う場所ですな。まあまあ、ここまではいいですね。まだまだ2部、まだ2部ですよ。ね、まだ騒ぐ時間じゃない。というわけでございまして、先に進んでいきたいと思うわけでございますけども、ね、施設の中に入っていきまして、見えますか、今の右上のマップ、紙があと4枚、いきますよ。3枚目。主任研究員ブランドンの日記に。樽壊してねえか、シェバ。今から俺読むぜ、シェバ。今から俺読むからね。大丈夫？今、めっちゃ後ろ、リロードしたね。オッケー。行くよ。1968年4月15日、あれから1年以上成果が出ぬままに時が過ぎた。持ち帰ったシソウイルスも底をついた。これ以上時間を無駄にすることはできない。マーカス博士と私はアフリカへ戻る決意をした。またンディパヤ族の襲撃に神経をすり減らすことになるのは辛いが、研究のためには必要な代償として諦めるしかない。だがその我々の悲壮な決意をスペンサー卿の一言が打ち砕いてしまった。ならばあの地を奪えばいい。簡単なことだ。その時の我々はいかに間抜けな顔をしていただろうか。そんなこと思いもつかなかったのだ。いかにも俗物のスペンサー卿らしい発想だが、今はそれがありがたかった。マーカス博士と私はその提案を受け入れることにした。8月19日、ついに朗報がやってきた。あの地からディパヤ族を追い出すことに成功したそうだ。実際には地下遺跡の半分を奪取したに過ぎないそうだが、シソバナが生育されているあのエリアを手にすることができれば何の問題もない。さらにスペンサー卿はあの地にシソウイルスを研究するための施設を建設するという。
彼にしては素晴らしいアイディアだ。早速マーカス博士と私はアフリカへ向かう準備に取り掛かろうとしたが、スペンサー卿がそれを止めた。マーカス博士にはラクーンシティにある幹部養成所の所長をしてほしいというのだ。覚えてますか？大丈夫ですか？ここまで今結構今あれですよ、いろんなタイトルがクロスオーバーする瞬間ですから、これはあれですね、分からない人のためにですけども、まあ、5終わった頃か6終わった頃ぐらいにもう一回相関図がっつりやりましょうね。なそこで整理しますけども、とりあえず今ねマーカス博士にはラクーンシティにある幹部養成所も、幹部養成所もね、なんかいろいろとなんか状況分かってきているところがあると思いますけど、まあ進めていきましょう。最初はその要請に面食らったが、考えてみれば博士には落ち着いて研究ができる環境が必要だ。今アフリカへ行ってもろくな研究設備はない。研究所が出来上がるのはまだ先の話だろう。ならば私だけがアフリカへ出向き、シスウイルスをマーカス博士にお届けすればよい。マーカス博士もスペンサー卿も私の考えに同意してくれた。早速アフリカ行きの準備を整えなくては。明日からは忙しくなるぞ。9月29日、アフリカに来て2週間が経つ。やはり博士はお連れしないで正解だった。研究施設とは名ばかりの機材が積まれただけのテント、ディパヤ族の襲撃を警戒するために雇われた武装した兵士たち、そして何よりも私をイラつかせるのが研究施設を作るための工事の騒音だ。より高度な研究を行うためとはいえ、これではおかしくなってしまいそうだ。こんなところでまともな研究ができるわけがない。ここで私ができることといったら、シソバナからシソウイルスを抽出しマーカス博士にお送りすることだけだ。それだけに集中することにしよう。1969年6月15日、ついに研究施設が完成した。これで晴れてここはアンブレラアフリカ研究所となったわけだ。だがこの9ヶ月間で分かったことがある。この程度の研究施設ではダメだ。もっと広く充実した設備が必要だ。そしてもっと研究員を増員しなくては。ここはシソウイルス研究の最前線となるべき場所だ。ここでの発見がそのままマーカス博士の新ウイルス開発の助けとなるだろう。幸いこれについてはあの主戦度のスペンサーも同じ意見のようだ。あいつと意見が合うとは珍しいこともあるものだ。ほう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 、あれですね、まあ、ブランドンが送られてきたんだけど、マーカス博士とは結局別れて、マーカス博士はラクーンシティの幹部養成所で研究を続けて、ブランドンがここでシソバナ、あ、じゃあシソウイルスの研究を続けていたと。続いてのファイルはこちらのパソコン。さあ起動ロゴはアンブレラ。研究員、研究所所長ブランドンの日記。1998年11月16日、研究所が閉鎖されることとなった。不思議とどうでもいい気分だ。そういえばアークレイ研究所とラクーンシティが消滅したと聞いた時も同じような感じだった。こうなってしまったのはいつからだろうか。シスウイルスの抽出と研究に明け暮れた日々、全てはマーカス博士のためだった。そうだ、10年前、博士が亡くなったと聞いたあの日から、私は全てに対して鈍感になった。怒ることもなく、喜ぶこともなく、驚くこともなく、ただシソウイルスを抽出しアンブレラの各研究所へ送る日々、部下が持ってくる研究の成果をただ評価し、使えそうなものは本社へと報告するだけのただの機械だ。私はすでに死んでいた。そして私の半生をかけて育てたこの研究所ももうすぐなくなる。もう未練はない。そろそろ潮時だろう。あら、もうなんか随分とね憔悴しきってる感がありますけども、さあ後ろにはね、さらにここに読むっていうのがありますね。ジェームス・マーカス博士からの電報。我 T ウイルスの開発に成功なり、ジェームス・マーカス。ということはまあね、もう読まないですけど、これ1968年とかっていうところな、1967年からまあずっとバーっとやっていたわけですけども、ここでわかるのが、マーカス博士がついに1978年に、T ウイルスの開発に成功したと。なるほどなるほど。もうちょっとだけ続きます。ドーン、もうここら辺ねぐらい思い切りでいかないと。あ、なんか通りましたね。おや、このなんか歩いていたらペタペタ、なんかバイオ2ぶりの衝撃っつって。さあさらに、間違えた、こっちか。送り状の写し。
アンブレラ幹部養成所所長ジェームス・マーカス博士、シソのサンプル5ケースをお送りします。ブランドン・ベイリー。あー、なるほどね。というわけでこのシソのウイルス、あのシソのサンプル、太陽の階段のその要は栽培に成功した後に、まあどんどんそのシソ のサンプルをブランドンがマーカスに送ることで T ウイルスの開発を進めていたというわけでございますね。さあ、まあとりあえず目的地ここなので、この中にドーンすると、中に入るとね、ちょっとしたイベントが、あ、お花ですね。まさかこの花から生物兵器を作っているのか。まあでしょうな、これはな。画像にあった研究施設、ここで間違いなそうだな。確信に近づいたって感じね。ね、さっきの花だ。やはりこの花から生物兵器を、もうこの花がね、いろんなものの根源なわけですね。さあ、さらに見ていきますけども、トライセルのパソコンですね。起動ロゴもトライセル。もうブランドのターンは終わりです。トライセル研究員ミゲルの日記1 2月19日。あのアンブレラのアフリカ研究所って聞いていたから少しは期待していたけど、実際には研究所と名のつくところなんて、アンブレラだろうがトライセルだろうが大して違いがあるわけじゃないな。すでに遺棄された研究所だから、ろくな資料も残されていないし、ほとんどの機材が運び出されている。まあ予想していたかったわけじゃないから、それほどショックじゃないけどね。大事なのはシソウイルスだ。これがなければわざわざアンブレラの古びた研究所まで来る必要なんかない。俺たちはすでに T ウイルスや G ウイルス、 T ベロニカさえ持っている。ブラーガだってある。何でも揃ってる。だが肝心のシソウイルスがなかった。それをついに手に入れたってわけだ。こいつがきっと俺たちの研究にブレイクスルーをもたらしてくれるはずだ。ワクワクするね。3月7日、リッカーって名前は誰がつけたんだろうな。あの長い舌を見ているとうまい名前をつけたもんだって思えるよ。だが研究者にとっては厄介な BOW だ。完成されすぎていると言ったら褒めすぎか。進化の袋小路に入っているのかもしれないな。 T ウイルスの作用で変異した BOW をシソウイルスでさらに進化させようとしたが、どうにもうまくいかない。確かに多少の能力の向上はあったよ。感覚器官で言えば嗅覚は多少鋭くなったような。だけどそれだけだ。相変わらず視力はないに等しいし、醜い外見もそのままだ。大きく進化したといえば繁殖能力ぐらいか。本当に世の中ってのは思い通りにいかないもんだ。まあこれはこれで BOW として需要があるから良しとするか。ほう、なんかミゲルさんって人がいるらしいですね。一方ね、横にもトライセルのパソコンがございますので、こちらも見てみましょうね。同じくトライセルの起動ロゴ。友人へのメール。突然だが休暇が取れそうだ。新型ウイルスの開発がほぼ終了したので、それのご褒美といったところだろう。明日研究スタッフ全員でここを出てこの国を離れる。俺はそのままアリゾナへ戻るつもりだ。久しぶりの故郷だ。楽しみだよ。もっともそれ以上に自称天才のミゲル様のそばから離れられることが一番嬉しいんだけどな。ミゲルってのは俺の隣に座る研究スタッフの一人だ。確かに腕はいいし、発想や着眼点も悪くないが、口を開けば自慢しかしないようなやつとずっと一緒にいなくちゃいけないのがどれだけの苦痛か、お前には想像できるか。話が逸れてしまったな。とにかく 2,3 日のうちには戻ることができると思う。昔みたいに一晩中飲み明かそう。じゃあな、ライアン。ふー、読み終わったね。見て見て、あのみんな今あれでしょ、読み終わったところで今動画の下のシークワー見てない？そうね、16分ぐらいですか今ね。あと4分で何しろっつんだよね。進んでいくよ、ドンね。あらあら、壁にはなんかヤバげな、なんか傷ですね。これはなんかちょっとやそっとの傷じゃない感じがしますけどもね。そう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 、まあ、とりあえず右に曲がるとハンドルがあるってことはあれでしょうね、なんかよほどやべえものでもしまってねえとハンドルを使うってのはなかなかなさそうな気がしますけどね。よいしょ。あら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 、これ人の血だとは思うんですけども、人間の姿の確認があんまできないですね。もうこんなぐちゃぐちゃだとね。調べてみてもただの殺され方じゃないな。獣に食い荒らされたようだ。なるほど。でまあ道がないんですけども、この後ろ側にですねレバーがあるので、ガッチャンコと、まあ、するとレバーがこうやってね、あら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 、なんか降りましたな。どんどんするのは懐かしい匂いですな。おっと、気をつけて、何かいるわ。なんかね、うちのバイオ5ね、録画してる時にねキャラが喋るとたまにねフリーズこくんだよね。もうみんなご存知だと思うけど。というわけでございまして、なんかねアシカとか大きなネズミとか、これなんだ、ネズミにしてはでけえぞみたいな。あ、お前がさっき見たヤギの後ろ姿ね。なんか随分とね、あとワンコロとか
なんか随分とね動物が飼われているというかなんというかみたいな感じがしますけども、さあさあさあ、今ここまではね、話をしてたんですけど、ようやく戦闘しますので、ね、今週の戦闘会やっと入りますので、あそこ進むとですね窓がパカーン割れて、もうお察しですね、リッカーが登場します。なのでリッカーを対峙していきましょう。どうもで、リッカーですが攻撃力の、おーぶさん喋ってる途中でしょうが、攻撃力のまあスナイパーライフルで3、4発ぐらいですかね。なのでこんな感じでよいしょでですね、まあ、下伸ばされたり飛び移られる前に倒したいところですね。こんな感じでね、まあ、ちょっと残りはマグナムでいこうかな。でこのレッドハートがですね1個2500円で売れる代物となっておりますので、まあ、あのこちらをねあの使っていただくのも全然ありなのかなと思います。んでんでと手榴弾1回どっかで使いたいけどな、もったいねえから、ここ開けもうしてと、どこいしょっとバーンでですね、こちらのですね右側のところに入っていきたいのですが、ここでポイントがございまして、まあ、なんでさっき手榴弾、ハーブを1回使えば手榴弾取れたと思うんですけど、なんで使わなかったのかっていう話なんでございまして、ここのですね右側の部屋よいしょ、この中にですね新しい武器があります。あれれれれよいしょ、この中に手に入りますのが、AK74 ですね。まああれでしょうね、元銃は AK47 かなっていうところなんですけども、でここは実験施設のモニタールームのようだ、すべ今はすべてがオフラインになっているという実験施設、そして上側にはねこういう監視のねディスプレイがあったりだとか、まあ、こういうねやっぱバイオ5ぐらいになってくるとグラフィックに余裕が出てくるのか、随分こうやって世界観を作り込んでくれてるのはすごい嬉しいですよね。なんか周りとかをね散歩してるだけで何があったのかっていうのを見れるというか、やっぱあのゲームっていわばフィクションを描くものですから、ね、少しでも世界観が作り込まれてるのが大事かなと思います。私はねグラフィックとかは別にいいのよね、ガッチャンことでですね、この先なんでございますけども、早くシェバおいで、あごめん、これ開けるしたかった、うん、なんでお前そのちょっとした間は。さあドアが開いてですね、ここの先なんでございますけども注意が必要でございまして、まあ、例えばシェバにね、あ今あやっべえやっちった今ね、違うあのシェバをねカバーにしてね、ここ音を立てないように動くんですよって言おうとしたの、音を立てないところじゃない、俺シェバに向かってカモン言うだわね、あの今週のこの動画のなんか一番のピークシーンみたいなね、よいしょ、まだいるか、まだいる気がするな、どこにいる、おー、あー足元にいるじゃんね、やっべえなこれ、よいしょバーン、え、シェバ何やってんのお前、なんかちょっとは助ける姿勢を見せようよ、よいしょよいしょ、これで終わりか、まだいるか、いや、あ、びっくりした、シェバじゃねえか、オッケー、まあ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 、あのちょっとね敵が強くて大変だった代わりに、あのこんだけねレッドハートがもらえるので、そこに関してはねよしとしたいところなんですけども、やっぱね金目のものはねいくらあっても足りないので、おーっと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 、もう一体、あシェバお前邪魔だな、お前全体的にシェバ邪魔だな、お前もうお前な、倒したからいいや、お前が褒めて使わせよ、お前とりあえず、ね、でですね、ちなみになんですけど、さっきも窓ガラスパリーンってなったんですけど、ここをですね取ってもらえると、あの先ほどのね、ミゲルの日記にありましたけども、リッカーは非常にですね、音に敏感なだけであって、あのほとんど視界がないんですね。なんでここをゆっくりと通っていただいて、あのここのドアを開けるときもあの X を2回押さないでゆっくりとこうやって開けていただければですね、ここに関しての戦闘は回避することができたはずでございましたね。なんでできなかったのかというとね、いきなりねシェバに向かってって言ったからですね、カモンって言ったらリッカーが来ましたね。といったところでございましてですね、最後のラッシュなんでございますけど、ここをですね帰ろうとして、あのここの先にエレベーターがあるんですけど、エレベーターの電源ポチンと押すと、ここからリッカーが大量に湧いてくるというシーンがあります。まあそこに関してはね、あのできる限りエレベーターが来たらすぐに乗っちゃって無視すればいいのかなと思うんですけども、というところでございまして、やっていきましょう。まあまだ手榴弾が若干あるのでね、構え待ち、もうちょっと上かな、さーて、あれ、しょいしょいしょい、カンコンコンドーン、やったね、やったね、もう一個ぐらいいんじゃない、よいしょ、お、いい感じいい感じ、これだったらなんかあれじゃない、アイテム回収できるんじゃない、前回の動画収録こんなにうまく俺あの手榴弾投げられなかったよ、ヤガミやる、あ、あいつ
お、上だか下だか早く来いよお前。おお、なんだろう、俺慎重に倒してから取ろうとしてるのに、お前はすごいもうすぐに取りに行ったね、弾やったね。というわけでですね、適当にアイテムも回収できましたので先に進んでいきましょう。よいしょ。というところなんですけども、あの朗読劇のおかげでですね、もうあのいい時間になりましたので、今回はこの辺でというわけでございましてですね、次回はですね、もうちょっとゲームをやっていきたいなっていうふうに思っておりますよというところでございます。まあ、ちなみにあとこれボス戦だけなんですけどねっていうところなんですけども、まあ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 、あの動画のね時間が長くなってしまって、あの動画の画質が落ちてしまうのはあまり私としても喜ばしくないので、今回はこの辺とさせていただきたいと思います。というわけでまた次回動画でお会いしましょう。ここまでのお相手は私八神隼人でした。See you next time. バイバイ、お疲れ様でした。